久保さん、経歴は不要ですけど、経歴は不要だが、家庭は必要っていう。経歴は不要だが、家庭は必要にしよう。経歴、経歴、経歴、あ、学歴にしましょうか。学歴は不要だが、家庭は必要。 これどういうことかっていうと、あの、まあ、勉強するっていうことはすごくいいことだと思うんですよ。だけど、その勉強をする過程でどういう勉強のプロセスをしてきたのかっていうところが僕は非常に大事だと思います。で、やっぱその、実際その就職の面接官になった人っていうのは少ないと思いますし、あの、まあ、人をジャッジするっていう、 立ち位置になった人も少ないと思うので、わかんないかもしれないですけど、あの、やっぱりある一定の何か基準はひあないときついんですよ。ある一定の基準って何かっていうと、うーん、なんやろな。まあまあ、工学歴とか、まあ一般的にね、例えば東大とか、東大出てますとか、京大出てますとか、京大出てますとか、まあそういうなんか指針があった方が、 まあ面接しやすすいんですよねなぜならば、その面接してみないと結局分かんないんで、じゃあ分かんないことを見ていくわけじゃないですか。じゃあその人の3年後、10年後なんか誰も分かんないわけですよ。だから、結局その見るものって、その今まで出してきた結果だったり何をやってきたのかっていう、そこのトークだったりとか、まあ、学歴だったりとか、まあ、そういうところを見て、やっぱジャッジメントしていくわけですよ。で この学歴は不要だが、家庭は必要って何かっていうと、その、じゃあ、例えば東大に受かったと、東大の学歴があったとしても、その家庭プロセスで、自分でしっかりと勉強してね、例えば、その家庭がね、分かりやすくなれば、まあ、親にね、言われてね、親に言われて、お前は東大行かないとダメだみたいなね、親に無理やり勉強をさせられて、俺、私は、なんか、まあ、面接では言わないと思いますけど、まあ、親に無理やりね、 東大に行けってて言われて勉強しましたっていう過程なのかそれとも自分で自ら絶対東大受かってやると俺は東大でこんなことがしたいって思って勉強して自発的に主体的に考えて勉強した人なのかその学歴は一緒なんだけど家庭が全く違うんですよここが落とし穴なんですよねだから勉強あの勉強は不要なんだけど家庭は必要なんですよね <laughs> これ非常に難しくてどういうその心構えでそこに取り組んできたのかっていうそこが全てなんですよどういう心構えでっていう <laughs> だから結局その人の,あの考え方思想哲学行動全てはそこがメインなわけですよわかりますどういうプロセスを生み出すのかそのプロセス思考回路回路はその人の 気持ち心構えにあるわけですよ、うん、あ最近僕稲盛さんの経営哲学みたいなの聞いてるんですけど <laughs> まあまあなんかさっき聞いてたのもあのまあ若いなんか最近入ってきた子とかは、まあ、テクノロジーを駆使してねテクノいや稲盛さんのはもう古いと考え方は古いと。 うん、そんな気持ちとかで、その経営がね、成り立つわけやねえと。売り上げが上がるわけやないと。テクノロジーだと。テク仕組み化だと。だ稲森さんは言うわけですよ。いや、違うと。<laughs> 心構えが全てだ、みたいなね。うん。だ僕は、あのー、確かにそのテクノロジーを否定してるわけじゃないんだけど、結局テクノロジーをどう使うかじゃないですか。YouTube っていうテクノロジーをどう使うかなんですよ。じゃ使う人の結局気持ちじゃないですか。 その気持ちが弱ければ続かないだろうしテクノロジーがあったとしてもですよ、うん、結局その使う人だから包丁の包丁と一緒ですよどういう気持ちでその包丁を使うのかその包丁を使って美味しい料理を作るっていう気持ちで包丁を握るのかこ,これで人を殺すっていう気持ちでその包丁を使うのかで全然同じ道具テクノロジー同じものを使ってるんだけど結果は全く違ってきてしまうと。 だか結局その人の心構えが一番大事、気持ちが僕は人間としては一番そこが大事なのかなっていう思いますけどね。だけどね、ここの考え方思想に行くまではかなり難しいんですよ。もう本当にいろんな体験していろんな勉強していろいろこいろんなことやって、あ、やっぱそうだよねっていう風に自ら気づけるようになるまでって超難しいですね。 だここの、なんだ、ここまでいけると結構まあ人生豊かになれると思いますね。いろいろ。だからまあ家庭ですよね。<laughs> いろんな家庭を踏んだ後に自分なりにやっぱここ大事だよねって気づけるとまあ人生はより良くなるんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。